おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは緑ラッキーナンバー9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。恋人たちの逆位置が出ました。今さえ良ければと流される。快楽に身を委ねて今さえ良ければ良いと刹那的な幸せに溺れていることを表します。そこには自らの選択の責任を取るといった発想がありません。だからこそなんとなくの気まぐれで、適当な生き方をしてしまうのです。責任を負わないからこその楽しさとも言えます。何らかの選択や行動から逃れたい気持ちや、優柔不断から、チャンスを逃がす恐れがあることを暗示しています。でも本当のところ、自分でもどうしたいのかが、定かになっていないのかもしれません。確かに、どっちつかずの思いのまま、意思の伴わない選択をしたところで、中途半端で投げ出すことになる。可能性も高いでしょう。今はあなた様の心が定まるまで、時期を待った方がいいのかもしれません。恋人たちの逆位置の意味は決断することから逃れたい、迷い、なんとかならないかと思いながら自分から動くことは避けたいという気持ち、優柔不断な態度。2枚目めくっていきます。ペンタクルの10の正位置が出ました。受け継いだもので経営し安定する。遺産によって財産が増えたり、誰かから受け継いだスキルによって成功を勝ち取ったり、ますます豊かになっていく状態です。恵まれた環境や健全な営みを残し、とても発展的な流れにあることを暗示しています。打ち上げ花火的な成功ではなく、堅実で後々も続いて行き安定した成功であり、信用や社会的地位が向上する兆しです。あなた様の取り組みは、内外から評価され、盤石な基盤の上にポジションアップしていくはず。あるいは、平穏な暮らしの中で確かな手応えや、心の支えを得ることができるでしょう。永住の地を意味する場合もあり、拠点を構えたり、マンションや一戸建てを手に入れるかもしれません。ペンタクルの10の正位置の意味は満ち足りた環境、繁栄、安定、豊富、莫大な財産、建設的な関係、家庭的、平和と安らぎの象徴、優雅、資産、血統。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。